はい、どうも、ちゃましいと。みくです。はい、さあ、本日紹介するのはもう目の前にありますね。今回またね、予約開始及び案内開始の方をちょっと見ていきたいなと思います。予約開始はなかったかな。はい。ではちょっと見ていきましょう。ミクチに関する新しいね、グッズの情報とかがまた出てきたんで、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、気になったのが、まずこちらですね。はい。桜ミク×アニメートカフェ開催ということで、桜ミクちゃんのアニメートカフェがまたやるみたい、またっていうのがやるみたいですね。はい。で、書き下ろしイラストは、サクさんのイラストがこんな感じにバーンとなるのと、それから、あ、こちらが上と下っていう感じなんですね。なるほど。エプロン姿の桜美樹ちゃんですね。可愛らしいね。はい。で、それから、下の方が、メンさんかな、はい。のイラストですね。はい。ピンク色のペンか、ナイフかこれ持ってんの。うん。ハートを描いてる感じになってますね。食べてるのはおそらくケーキ。可愛らしい。はい。こんな桜おみれのところで食ってみたいもんだね。はい。で、それから、桜しおりさんという方が描いたイラストですね。これも可愛らしくていいですね。うん。で、あとは、キツネさん、福キツネさんかな、はい、福フォックスって書いてるね。はい、描いたイラストも可愛らしいし、あと、お、SE ですね、ナオトさんのイラストですね。はい。で、あとは、鶴島辰美さんの描いた、ボカロファミリー全員のイラストですね。ミクちゃんは桜ミクちゃんではなく普通のミクちゃんだね。なるほど。で、あとは SD バージョンで、ミクちゃんだけ桜ミクちゃんになってて、猫魚さんかな、はい、の描いた SD キャラでのか、のイラストになってますね。可愛らしいね。うん、っていう感じになってるみたいです。以上、斜めのイラストレーターさんにミジラブコ担当いただきました。見てるだけで春の訪れを感じるような素敵なイラストがたくさんということで、どのようにグッズがあるかは今から気になりますということに書いてあるので、まだ、グッズとかの情報は見て、出てないみたいなんですけども、うん、これはちょっと楽しみですね。4月には、桜ミクちゃんのね、グッズなんかも展開されますので、くじですね、が展開されますので、そっちの方もまた楽しみですね。これいいなはい。で、ちなみになんですけど、グッドスマイル×アニメートカフェなんですが、これ秋葉原と大阪日本橋にしかないみたいです。はい。秋葉原のやつは一回、ネンドロイドがコラボしたんで行ってたんですけども、結構良かったですね。面白かったなと思います。はい。じゃあ続いて見ていきましょう。こちらが、アニメイトのやつですね。ルカの、イレブンスアニバーサリーと、カイトの、なんて呼ぶんだろうな。14周年記念ですね。の商品がムービークラー発売決定ということで、1月30日はルカの誕生日で、2月27日がカイトの誕生日という感じになってます。はい。で、グッズの展開というかイラストはこんな感じになってて、展開としてはクリアファイルとマスキングテープ、缶バッジとアクリルスタンド、それから T シャツ、マイクロファイバークロスという感じになってますね。ムービック通販サイトでも予約開始してるみたいなので、ちょっと見てみましょうか。じゃん。はい、ババッと出てきましたね。こんな感じになってるみたいです。まだ予約するの状態なんで、まだ発売はされてない感じかなって感じですね。なるほどね。はいはいはい。そうだな、アクリルスタンドがちょっと欲しいかなって感じですね。ちょっと後で気になるのはチェックしてみてようかなと思います。こちらの URL 動画のね、説明欄に貼っておきますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ続いて見ていきましょう。じゃん。はい、読売ランド、今月ですね、2月にやります2020年コラボイベント開催決定、初見かける読売ランド出会い再びという感じにあるんですが、前回がかなり好評だったのかなと捉えていいんでしょうか。はい、2月の15から3月の15日までやってます。イベント用オリジナル楽曲が発表されたのと、イベント限定ノビリティ付きワンデーパスミクワンデーというのが発売されます。で、3月の8日日曜日は初音ミク With You 2019の応援上映会も開催するみたいですね。すごいね。はい、ミクイズのやつやるんだ。で、見逃し貸し現金、噴水ショー、初音ミクバージョンっていう感じになるみたいですね。これ、前回行った時、すごく寒くて、ろくに見れなかったね。今回ちょっと見てこようかなと思います。で、今回は、これ、ミクちゃんとコラボするみたいですね。6時から8時みたいな感じで、夜だけだね。夜じゃないと見れないですよね。はい。で、これはどうなんだろうな。また、全242本の噴水が初音ミクの世界に挑られます。って開示に書いてありますね。なるほど。動画も撮ってもいいんであれば、広告なしでまたちょっと動画でね、貼ってみたいなと思います。はい。で、初音ミクの世界観に浸れること間違いなし、展示スペースということで、初音ミクが関連する国内イベントなどについて、イラストや画像を中心に紹介。これ以前やってたやつと一緒ですよね。
これお得、ミクワンデー、ワンデーパスとノベルティがセットになったお得なミクワンデーを販売、数量限定のためなくなり次第販売終了になりますっていう感じに書いてあるんですが、乗り物乗り放題、それから記念チケット、イベント限定チケットホルダー、それから放置新聞特別号がついてくるみたいですね。なるほど。これいくらかかるんだろうな。ちょっと気になるところですけど、なんかまた、ジョイポリスみたいな感じで面白そうですね。はい。で、それから開催決定、初音ミク with you 2019の応援上映会を、これどこでやるんだろうな。日テレランランホールってところがあるみたいですね。どうだったかな。まあいいや。はい。で、大王様登場しちゃいます。予定。みたいですね。なるほど。で、前売りチケット、ここか。ミクワンデーが購入方法が、大人が6500円からですね。中高生の方は5400円。小学生とシニアの方は4900円って感じに流れてるんですね。なるほどね。はい。あとは初音ミク with you 応援上映会、鑑賞チケットは大人が2800円ですね。中高生は2500円。で、3歳から小学生、シニアの方が1500円って感じになっています。はい、なるほどなるほど。で、ミキワンデー応援上映会鑑賞チケットセットあるみたいで、ミキワンデーと応援上映どちらも行けるってやつですね。2月8日からこれやるみたいですね。で、大人が7500円で、中高生は6400円、小学生シニアが5400円で、3歳から小学生ミオが4900円って感じになっています。はい。で、今回アトラクションコラボがかなり多いんですよね。バンデット、読売ランドが誇る不動の人気ナンバーワンジェットコースターですねとコラボしてます。僕ジェットコースター苦手なんですよ本当に。室内遊園地の中に入ってるちっちゃい、なんでしょう、ジェットコースターみたいのは大丈夫なんですよ。まだ耐えられるんですよ。ただ、外にあるようなこんなでっかいやつが本当に苦手で、小学生の頃、親父に無理やり、乗せられて、真面目に入ったことがあるんで、それ以来もうずっとトラブルなんですよね。無理です、多分。私は乗れない。で、最高速度110キロ。やばいね。はい。で、ミクさんが出発アナウンスを担当するみたいですね。いいね。それはちょっと聞きたいな。はい。で、大観覧車、読売ランドにはめちゃめちゃでかい、観覧車があります。そうですね。外から見る景色は夜見た方がかなり綺麗に見えるんじゃないかと思います。というのも、読売ランドすごくイルミネーションが綺麗なんで、前回の動画の時にもそれは写真は載っけたと思うんですが、すごく綺麗に、見えますので、はい。これはね、ぜひとも乗ってみることをお勧めいたします。はい。で、これがコラボして、ゴンドラの指定はできないけど、まあ、ミクちゃんのステッカーとかが貼ってあるよって感じみたいですね。なるほど、わかりました。はい。で、メリーゴーランドドッグ、アトラクション全体がミクさんの装飾に彩られます。ミクさんの楽曲に合わせて、懐かしくも穏やかなひとときをお楽しみください。メリーゴーランドに流れる曲はミクちゃんの曲になると。ちょっと乗ってもいいかもしれないね。はい。で、それから、ゴーカートファミリーコース。これが、グッドスマイルレーシングの、感じになってみたいですね。これいいね。はい。ゴーカートあるんだよね。で、それから、ルーピングスターシップ。船がこう、グワングワングワンってなやつですね。はいはい。で、ミクさんのイラストで装飾されて、ぐるっと360度回転する不思議な浮遊感覚が病みつきになること間違いないです。僕、この浮遊感覚大っ嫌いなんですよ。ジェットコースターもそうだし、上から下にこう、ドーンって一気に行くやつあるじゃないですか。なんつったか忘れちゃったけど。はい。ああいうのも苦手なんですよね。アメリカに行った時に、遊園地に行って、で、やっぱりその、絶叫系のやつで、こう、上から、ごめんなさい、下から上にドーンって一気に行くやつ。で、その後、上行ったり下行ったり繰り返したら、上下運動のやつ、ディズニーランドでいうところの、ホラーのやつありましたよね。ピンポン。ゴーストタワーだったっけ？忘れちゃったな。はい。まあ、それみたいな感じのがあったんですが、ああいうのダメなんですよね。本当にもう絶叫系ダメで。じゃあ遊園地行ってお前何楽しみのって感じがするけどね。はい。まあ、遊園地ってジェットコースターとか絶叫系なしでもね、とりあえず楽しめるから。はい。で、それから、あとバンジージャンプですね。今回またリアスターが変わるみたいですね。前回ダイオさんでしたね。うん。今回は誰になるのかって何になるのか。ちょっとわかんないけどね。はい。で、バンジージャンプのみ嬉しい利用特典ありとなってますって感じに書いてあるので、ほう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 。で、これは、ミクワンデー、ワンデーパスではご利用なれないみたいなんで、まあ、そこだけ注意ですね。はい。で、コラボアシカショーも来ました。空腹で遊べないコラボフード、ここでしか買えないコラボグッズ、ここはおしゃれコラボワークショップ、今年は鬼畜ではありません、ミクラリ。
前回すっごいいっぱい歩いたもんね。どこにあるのか全然わかんなかったんですよ、これ。まあ、今回はちょっと楽になるのかなっていう感じです。まあ、前回と一緒でも全然大丈夫だけどね。はい。って感じになってるみたいです。こちらの方の URL 動画の説明欄に貼っておきますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。はい。で、これが最後になります。前回京都日本フェスティバルっていうのをやってたんですけども、こちらの方でグッズが買えるようになっています。はい。もう僕はもう買ったんですが、クリアファイルとか、その辺のものしか買ってないんで、今回はレビューは、飛ばしました。はい。ポスターとか、風呂敷とか手に入るんですね。で、あとは図録っていうのも手に入ります。スタンプ帳も買ってもいいかもしれませんね。で、あとは T シャツですとか、豆皿、手ぬぐい、それから受注生産限定のアクリルパネルっていう感じになっています。これ、いつまでやってるのかちょっとわかんないんですけども、こちらの方の動画も、こちらの方の URL も動画の説明欄に貼っておきますので、そうですね、もしまだ買ってないという方、気になる方はもしチェックしてみてください。はい、じゃん。で、それからキャラクターボーカルシリーズ01で初音ミク、歌舞伎、バージョンですね、のミクちゃんのフィギュア、こちらの方が本来であれば今年の1月に届くはずだったんですが、これが先延ばしになって4月になりましたね。はい。こちらの情報も一応言っておきます。これがね、予約開始したのがいつだったかもう忘れちゃったんですけど、だいぶ前だったと思ったんですが、8月だったかな、なんかそれぐらいだった気がするけども、ずいぶん伸びましたね。1月にずれて、で、また4月にずれてって感じですね。もういつ届くんだよって感じですが、テトさんがもう届いてるので、ちょっとそろそろレビューしたいなと思ってるので、でき次第動画上げますので待っていただければと思います。はい、というわけで以上になります。以上、5つかな、1、2、3、あ、ごめんなさい、これが2か、3、4、5ですね。はい、5つちょっと紹介だけさせていただきました。順次ね、グッズとか手に入れしたい、レビューしていきたいなと思います。あとは、読売ランドの一番下の方のグッズとかの展開がまだね、ないので、これがまた展開され次第ちょっとまた見ていきたいなと思います。はい、というわけで紹介したのシートミクでした。はい、またね。じゃあね、ミクとパシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バッシーとミクチャンネルをお願いします。